中華人民共和国旅券は中国のパスポート。現在、中国のパスポートを所持した中国国民は72の国と地域に、詐称なしもしくは到着時の詐称取得で入国することが可能である。中華人民共和国旅券所持者がビザなしで渡航できる国や地域の数が共産主義国で最も多いものである。2007年に施行された中華人民。 共和国旅券法の第3条、第4条、第5条、第8条では中国本土で発行されるパスポートの種類を以下の3種類としている。普通旅券は指示用の旅券とされ、就航旅券と外交旅券は9時用の旅券とされている。マカオと香港の特別行政区のパスポートはそれぞれの地域の政府によって発行され、規制されているため、 この法律の対象外となっている。2011年7月、中国政府は生体認証付き外交パスポート、サービスパスポート、公務用パスポートの発行を開始した。中国の通常のパスポートの最新版は、生体認証版で、それまでの、様式92、様式97から1、様式97から2にとって変わったが、様式97から2パスポートは、 今でも、中路、ブローダーの一部の都市で、ロシアへの一人グループ観光用に発行されており、有効期間はわずか3ヶ月、または中国に帰国した後である。2012年5月に一般に公開されたものである。パスポートのページ数は48ページ。身分事項ページ PRC 普通電子パスポートの内側のページ。生体認証パスポートでは、 個人情報ページを別紙に移し、個人情報ページのデザインを大幅に変更し、上部に中国の艦体字と英語のフルネーム、光学可変インクで印刷された電子パスポートのシンボルマークを追加しました。また、新たなセキュリティ機能として、所持者の2枚目のゴースト画像や PRC のエンブレムやレーザープリントされた世界地図などのホログラフが追加されています。 収録内容は、以下の通り。中人民共和国外交部各国制作へ、持ち手らし人よも通行的便利は必要的すけ。The Ministry of Foreign Affairs of the Peoples, Republic of China Requests, All Civil and Military Authorities of Foreign, Countries to Allow the Bearer, Of This Passport to Pass Freely. アンドアフォードアシスタンスインケースオブニード。レミニステルデアフェアーズトレーエンジャーズデラレピューブリーク。ポピュレールデシーヌプリーレオートライツシビルズイミリテル。デペイズエトレンジェデレッセパセルリブラマンルティチュラデセ。パスポイデリュイプレッターエイドエアシスタンスイエンキャスデ、ベソイン。中華人民共和国外交部は本旅券の所持人を自由に通行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう。 各国の軍事と行政機関に対しここに要請する。ありがとうございます。